皆さんこんにちは週末 YouTuber おいゆくでございますおいゆくは普段 Chromebook を使っていて Chromebook のお役立ち情報を YouTube で発信しております今日の Chromebook のお役立ち情報といたしましては Chromebook って非力なものが多いので動画編集にはあまり向いてないということを私も動画の中でお話ししてきていたんですが 最近サービスもねいろいろ良くなってきておりますので実はあんまり力のない Chromebook でも動画編集がある程度はできるっていうことを少しお話ししてみたいと思いますついこの間までね私は Chromebook では動画編集はやりませんって言ってたんですけどうーんやってみたら案外できるもんですね私も考えを新たにいたしました今日は マイクロソフトのクリップチャンプを使って、私の Chromebook、スナップドラゴン 7C 搭載の、まあ、ローエンドっていうほどのローエンドではないんですけどね、ミドルの下ぐらいの Chromebook で、これだけ動画編集いけますよっていうチャレンジをやってみたいと思います。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。今回のお話が面白かった、参考になったと思っていただけましたら、いつものように高評価いただけると嬉しいです。 では早速やってみましょうさてクリップチャンプなんですがマイクロソフトの一部ですって書いてありますねかつては独立した会社だったんですがマイクロソフトの傘下に入りましたちょっと確認をしておきましょうかクリップチャンプっていう会社がねもともとあって動画の編集をできるようなアプリケーションサービスを提供していたんですがマイクロソフトに買収されたということですね詳しくは こちらのね公式のページから見ていただけるといいと思いますがマイクロソフトが買収したことでサービスはさらに良くなっているっていうふうに私は実感をしていますマイクロソフトに買収されてうん良かったんじゃないかなと思うものはねいくつかありますけどこのクリップチャンプもより良いサービスが提供されたんじゃないかっていうふうに私は思いますしかもこのクリップチャンプ無料で使えるんですよね 有料プランももちろんあって、有料プランの方が充実したサービスを受けられるんですけど、私がクリップチャンプを押すのは、無料プランでも十分使えるレベルにあるっていうことですね。不満は全然ありません。実際にやってみましょう。無料でお試しくださいっていうのもあるんですが、アカウントを作るのはとっても簡単です。Windows を使っている方でしたら、マイクロソフトのアカウントがあるでしょうし、 私のように Chromebook を使っている方は Google のアカウントありますよね。Google アカウントでもこの ClipChamp のサービスを使うことができます。私は Chromebook で使っている Google のアカウントでサインインしてみましょう。それではサインインします。ポチッ。じゃあ実際にね、動画の編集をやってみましょう。ポチッと。はい、これは以前私がですね、動画の中で紹介した モバイルバッテリーの動画ですね。あの時のビデオクリップをここに読み込んでみました。メディアのインポート自体はこの画面ね、編集画面で一番上にありますけど、これポチッと押すだけでインポートすることができます。非常に簡単です。読み込むまで少し時間は必要かもしれませんね。あんまりこの読み込み自体は早くはなかったんですが、これは Chromebook の性能によるところが大きいかもしれません。 あとはこのクリップをタイムライン上にドラッグしてドロップしてあげるとタイムライン上に載せることができますさあちょっと流してみましょうかちなみに今回のこのバッテリーはインジケーターがついているのでバッテリーの容量の残がねどれぐらいあるかっていうのを表示してくれますそれから充電した時なんかもどれぐらいの、ね、充電 なののかっていうのも、はいうもはちょっとね喋りがもたついてて不要な部分がありますのでカットししていきましょうビデオ編集のね基本っていうとまずはカットそれからトランジションテロップこれぐらいあればね全然 OK かなと私のレベルではカットして繋いでテロップ入れられれば十分です。 さそれではですねカットする場所を探していきましょうどこでカットしましょうかねちょっと探しにくいのでタイムラインを広げていきましょうかいわゆるズームインですねこれぐらいでいいかなこの辺で1回切りたいますねはいカットするときにはこのハサミマークを使ってもいいですしスプリットの s ですねここに s って書いてありますけど キキーボーーボドの s キーをポチッと押すこととでででカットすすするここもできます簡単ですねこの辺ちょっといらないところなのでこの辺をカットしていきます。クリップチャンプでね、一つだけちょっとなぁと思うところはこのオーディオのところなんですよ。なんとなく波形は見えてるかと思うんですけどね、波形がちょっと見づらい。 大体私がビデオ編集する時にカットするポイントってこの喋ってる波形を見ながらこの辺かなってこう当たりをつけていくんですけどねこれがもうちょっと見やすいとありがたいですね多分この辺かなはい充電器につないだ時にちょっと探しにくいですねはい充電この間の部分がいらないのでいらない部分は ゴミ箱マークでもいいですしデリートキーまあ Chromebook の場合デリートキーがないのでバックスペースキーを押すとはい消えます間が空いちゃうのですがこのギャップを削除ってありますんでねこのゴミ箱マークを押すことでギャップを閉じることができますさあつながりがどうなのかちょっと見てみましょう表示してくれますあうんまあ悪くないですね でこの後また少し説明がありますね。つはい、ここで一回切りましょうか。はい、スプリット。ちょっと後ろの方まで行きましょうか。はい、エンディング日記まで行っちゃいます。はい、ここいらないので、デリートキーで消します。ないときはバックスペースで消えます。ギャップはこのゴミ箱マークで消えます。はい、ここで切ります。 さあラストのとこだけちょっと雰囲気違うんでトランジションかけてみたいですねじゃあ一回ちょっとここズームインしますねつなぎ目のところに合わせるとねポイント合わせるとトランジションを追加っていうふうに出てきますでここでトランジションを追加してあげるんですが標準ではですねこのトランジションはクロスディゾルブかなこんな感じですね とということではい、今回はちょっと滑らかじゃない感じがするんですけどこれ処理が追いついてないのでちょっと滑らかじゃないように見えますけど時間がかかるね時間かけてあげるときちんとしたトランジションになります。ということで今回はまたでこれ他のトランジション使いたい時っていうのは画面の左側にこの「切り替え」ってありますんでね。 今はクロスフェードになってるのかな、はい、でハートとか光線とかねいろんなのがありますけどまあこれアップグレードすると使えるトランジションも増えていきますのでまあどうしてもね欲しいものがあったらアップグレードするのもありかなと思います今回ちょっとワイプライト使ってみましょうかね これをドラッグしてポチッと押してあげることでトランジションが変わりますね。というところになりますね。はい、ということで今回は私が、はい、書き出すとね多分滑らかにいけると思います。それからですねカットとトランジションはこれでいいですね。あとはテキストですね。文字を入れたい時にはどうするかっていうと 上にテキスト用のの欄がありますので、ここにテキストをポチッとと置いてい,けばいいいててけばっこここですね。ここにまず1個テキストを入れていきましょうこれも同様にねタイムラインに追加のボタンを使ってもいいですしドラッグドロップしていただいても結構です今回このプラスボタンを押してみましょうかここに日本語を入れていきます 入力した文字については、で場所を動かすとかですね、それから幅を変えるとか、いうことができるわけです。これ開業されているので、はい、開業しないようにしますね。これでどうでしょうか。いろんなデザインがあるので、 こういったものをね、使ってみるのもありかもしれませんね。ちょっと何か面白そうなものもあるので、ちょっと出だしのところでこれ使ってみますか。ファンキータイトル。ポチッ。どんな感じなんでしょうね。上の行に、モバイルバッテリーを。 紹介しますすみたいなこことがででできるわけですねこれでねれちょっと再生してみますよちなみに今回のこのバッテリーはインジケーターがついているのでバッテリーのちょっとインジケーター出た瞬間隠れちゃってますね少し調整しますねここを短くしとけばいいかなこんな感じですかねちなみに今回のこのバッテリーはインジケーターがついているのでバッテリーの 容量の残がねどれぐらいあるかっていうのをうんまあこんな感じでしょうさあ本当にざっくりのねテロップ入れてカットしてくっつけてってぐらいしかやってないんですけどこれを実際に書き出しをしてみますで1分30秒のクリップができたんですけどこれを書き出しするとどれぐらいになるかっていうのねこれが気になるところですよねもっとその前に 名前をつけておきましょうモバイルバッテリーの紹介とでこれをエクスポートしてあげることで書き出しができるわけです書き出ししてみましょうクリップチャンプのいいところはこれ無料版なんですけどね 1080p で書き出しすることができますこれはね太っ腹ですね 制限がほとんどないと言ってもいいですね。さすがに 4K はね、うん、課金してもいいと思います。じゃあ 180P で書き出しをしていきます。で黙ってると書き出しが始まるんですが、1分半の動画ですけどどれぐらいで書き出しいけますかね？2分45秒ってことはだいたい今だと2倍ぐらいの時間で済むのかな？ ってこれはね処理能力がね高かったらこの書き出しの時間はどんどん短くできますので、まあ、今回の私の使っている Chromebook だと、まあ、こんなもんかな、まあ、それでもね頑張ってる方じゃないですかねそして書き出しをしたデータをどこに保存するかなんですけど標準的にはワンドライブに保存するように見えてるんですが これね、選ぶと Google ドライブでも直接 YouTube のアップロードでも TikTok、Dropbox、LinkedIn いろいろいけますよね。かなり豊富に用意されてます。え、これってクラウドにしか保存できないのかって思われるでしょうけどね、実はこれしばらく待ってるとローカルにも保存できるようになってます。今すぐローカルっていうわけにはいかないんですけどね、書き出しが全部終わると c h o m e b ブックであってもローカルデバイスに保存することができるようになってます。これもなかなかね、いいと思いますね。まあ、めんどくさかったらね、そのまんま YouTube にアップロードなんていうこともできるので、まあ、旅先でサブチャンネルの動画を編集して、そのまんま YouTube に上げちゃうなんていうこともできますね。さあ、100%になりました。ということで、今回私は、はい、実際に、 ローカルのデバイスね SD カードを入れてますのでその SD カードに書き出しをしてみましたちょっと再生してみましょうかはい再生しますよどんな感じで見えますかねちなみに今回のこのバッテリーはインジケーターがついているのでバッテリーの容量の残がねどれぐらいあるかっていうのを表示してくれます はい、充電器につないだ時にあと何分で満充電になるかっていう目安もここに表示してくれます。これもなかなか親切ですね。綺麗ですね。ポートがこれ3つ,つ。書き出しはすごく綺麗ですね。はい。私としては十分満足できるレベルで書き出しができたというふうに思っております。さあ最後にですね。 ここの部分ちょっと見ていいたただきたいんですよデスクトップにクリップチャンプをインストールしてさらに便利に使いましょうインストールってありますよねこれどういうことなのかっていうとですねクリップチャンプって Windows のアプリじゃないのなんで Chromebook にインストールできるのって思われますよねインストールしてみますねポチッとまあダメならね拒否られるだけなんですけどはいちゃんとインストールできるようにメッセージが出ますね インストールしちゃいましょうかはいウィンドウが独立した形で今開きましたねここにねこれ何っていうと実はねこれ PWA になるんですねありがたいことにですねブラウザを立ち上げなくてもアプリの中にもうこのクリップチャンプっていうのが PWA として使えるようになってます 厳密に言うとデスクトップアプリケーションじゃないんですけどうんブラウザとは別でね一発で立ち上げられるようになるので、まあ、楽チンは楽チンですね今回はクリップチャンプの紹介をしてみたんですけど Chromebook をお使いの方でしたらこのクリップチャンプね案外いいかもしれません特にテンプレートで入っているあのテキストの部分ねアニメーション付きのテキストが簡単に ポイッと入れられるので、これは動画編集の初心者にもいいかもしれませんね。私もちょっと使い方を探求してみたいと思います。これから追い行くの動画の編集がね、ちょっと作風が変わったぞ、なんていう風うにね思われる方がいたら、もしかしたら私はクリップチャンプで編集をするようになっているのかもしれませんね。今日のお話はここまでにしたいと思います。 今回の動画が面白かった、参考になったと思っていただけましたらいつものように高評価いただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう。さよなら、さよなら、さよなら。